ハッピーハロウィーン。ハロウィンといえばトリックアートリートなんて言っちゃってね、お菓子を背びる文化があるので面白めのお菓子を思いつく限り作ってみる。着色料を使っていないコンクリート色のかぼちゃマカロン、黒いイチジクを使った魔女みたいなショートケーキ、ジャコランタンのかぼちゃシュークリーム。それでは行ってみよう。まずはコンクリート色のかぼちゃマカロンを作っていく。皆さんの家にもあるフリーズドライのブルーベリーを粉砕したものを水に加え熱する。茶こしでこす。今回はこのブルーベリーのアントシアニンという色素を使って面白い化学変化を見てみよう。このブルーベリーの水 15g とグラニュー糖 60g をちっこい鍋に入れておこう。アーモンドパウダー 60g、 粉糖 60g、 このように手でなじませる。こうすると振るときにアーモンドパウダーにストレスがかからなくなって素晴らしい。マカロンとかシュークリームとかは先に全部計量しておくのがとても大切。アーモンドをボウルに入れて卵白のさらっとした部分を 22g 加える。別のボウルにメレンゲ用の卵白を 22g 加えて、先にちょっとこれをやっといてさらっとした状態にする。先ほどのちっこい鍋を加熱して118度にする。100度を超えたぐらいからメレンゲを泡立て始めると良い。液体が118度になったら卵白に加える。見てください、この色の変化。ブルーベリーのアントシアニンという色素が卵白のアルカリ性に反応してこのようなコンクリートの色になる。卵白って実はアルカリ性なんですよね。知ってたか？ちゃんと飯食ってるか？柔らかい角が立てば OK。ボウルにメレンゲを全部一気に入れてゴムベラで切るようになじませる。なじんだらカードに持ち替えてマカロナージュをする。マカロン作りにおいてこのマカロナージュという作業はめちゃくちゃ難易度が高いと言われているが、このレシピはイタリアメレンゲで作っているのであんまり気にしなくてよい。目安はこのように持ち上げた時にダラダラダラーっとダラーって生地が下がる。これを絞り機に入れる。口金は当然丸いやつ、まあ、流動性がある生地なのでこのように口のとこをねじっておくと良いでしょう。平らなところに絞っていく。コツはちょっと離したところでガーってやってくるってやる感じ。表面デコボコだよって思った方心配しないで、このように天板に膝切りを入れると表面がとても滑らかになります。綺麗なコンクリートですわ。湿度によるが15分ほど乾かそう。触っても指につかなくなったら OK。 生地を乾かしている間に予熱したオーブンで160度で7分、その後ひっくり返して150度で10分加熱する。焼き色がつかないようにアルミホイルを敷くのも良い。焼き色ついちゃったよ。焼いてる間に挟むクリームを用意しよう。蒸しかぼちゃを皮を剥いて 100g 裏ごし、メープルシロップを小さじ2加えてなじませる。おのおのの方法で溶かしたホワイトチョコ 35g と先ほどの蒸しかぼちゃを合わせる。バットに開けてぴったりラップをし冷蔵庫で休ませる。焼けました。とても焼き色がたくさんついています。今回のところはまあこんな感じで逆に可愛い説もあって良いでしょう。完全に冷めてから剥がします。同じ大きさのつがいを見つけ、あ、片方にクリームを絞る。重ねて冷蔵庫で一晩寝かせる。続いて魔女のショートケーキを作っていく。卵を2個、卵黄と卵白に分ける。生きのいい卵黄が取れました。ここに蜂蜜を 10g 加えなじませる。卵白の方に砂糖を 40g 加える。バター 10g、 牛乳 30g をちっこい鍋に入れておく。薄力粉を 45g ふるっておく。紙にふるっておくと便利。牛乳とバターを40度前後に調節する。温度計買いなさい。卵黄を白っぽくなるまで泡立てる。
卵白を泡立ててきめの細かいメレンゲを作る。きめの細かいメレンゲにしたいので砂糖を一番最初に全部加えました。最後に低速でメレンゲのきめを整える。柔らかい角が立ったら OK。 卵黄にメレンゲの一部を入れてなじませる。これをメレンゲの方に全部加えてゴムベラで切るようにさっくり混ぜる。メレンゲの泡がしぼむのが嫌なのでできるだけ触りすぎないようにしてふるった薄力粉を全部加えてしっかりめに混ぜていく。粉がしっかりメレンゲをつないでくれるのでこの辺は手数の多さを気にしすぎずツヤが出るまでしっかり混ぜよう。40度の牛乳とバターを加える。この時ゴムベラで受けておくことが大切。バターが入ってからはメレンゲの生地が染みやすくなるので手早く混ぜる。いい感じ。型に流し表面をならす。こういうシートのスポンジだと型抜きが楽なのでいいと思います。180度のオーブンで20分ほど加熱する。焼けました。ん？どういうこと？すぐにオーブンの紙を剥がしてちょっとだけ断面を見てみよう。巻き目が細かくていい感じ。ラップをして一晩寝かせる。魔女っぽいショートケーキを作りたかったのでこの黒いちじくを手に入れた。そう、魔女のショートケーキとは黒いちじくのショートケーキのことである。スポンジ用のシロップ、ラム酒、水、砂糖を混ぜて加熱。生クリームを 150g、 砂糖を 15g 加えて泡立てる。まずはハンドミキサーで泡立てて、その後ホイッパーに持ち替えて調節。これぐらいの硬さで OK。 スポンジの型を抜く。贅沢に3段でいこう。スポンジにシロップを打ってクリームをのせて、黒いちじくをのせてクリームをのせてスポンジをのせる。これを繰り返して最後に全体にクリームを塗る。これをナッペという。もうナッペ本当にむずい。もうプロでもなんでもないのでナッペマジでむずい。もうできないです。クリームを、全体に塗ってその後台を回しながらさーっとする。めちゃくちゃ難しい作業。最後に下をガーってやって OK。 あとは上にフルーツを飾ったり。ハロウィンらしく側面にチョコの飾りをつけたり。これをお皿に移動させるのが一番緊張感のあるポイント。どこの家にもあるこの剣みたいなやつを2本使うとできます。飾り付け用のイチジクのコンポートを作ろう。焼きナスみたいな海苔で皮を直火で炭化させていく。こんな感じになったら OK。 バットに置いて皮を剥いていく。あとは箸で適当に崩して冷やしておこう。これめちゃくちゃ美味しいので普通に食べたいな。今からコンポートをこのケーキに乗せるんですけど絶対にあって思うので思わないでください。あ、ケーキ完成。続いてかぼちゃのシュークリームを作っていこう。卵黄と砂糖を 35g すり混ぜて、そこにコーンスターチと薄力粉を 15g 加える。この映像では入れる順番を完全に間違ってしまったので、なんかよくわからない生地感になってしまったと思いきや意外となんとかなりました。牛乳を 200g 沸騰させる。沸騰したら卵の生地の方に流して鍋に戻す。中火にかけてゴムベラで絶えず混ぜながらカスタードを炊いていく。しばらくするとこのようにダマみたいなのができてくるので、ここで根気強く混ぜ続ける。そうするとだんだんもったりした状態になってくる。ここで手を止めてはいけない。もうしばらく火を入れる。するとこのようなサラッとした状態になるので OK。 火から下ろし粗熱が取れたらバターを加えてなじませる。バットに開けて
ぴったりラップをして冷蔵庫、一晩寝かせる。せっかくハロウィンなので三角巾の使い方がよく分かっていない小学生の仮装をしました。カスタードを台に出してカードで滑らかになるまで練っていく。これが口当たりを左右する作業。続いてシューの皮を作っていく。有塩バターを 13g、 水 22g、 牛乳 22g、 砂糖 5g を加えて沸騰させる。バターがしっかり溶けた状態で沸騰すると良い。ふわっと上がってきたら火を止めて薄力粉を全部加え、ゴムベラで混ぜる。馴染んだら再び火にかけて炒めるように火を入れていく。小麦粉の状態が変わってつるっとしたら OK。 ボウルに出し溶き卵を加えていく。この時少しずつ加えて固さの様子を見ると良い。ヘラを上げた時に2秒かけて生地が落ちて、残った生地が逆三角形になるといい感じ。買って完璧。絞り袋に入れる。平らなところに高さを出しつつ絞っていく。濡らした指で表面を整えて、最後に刻んだヘーゼルナッツを上にかける。210度で15分、その後180度に下げて10分加熱する。焼いている間にクリームの準備をしておこう。カスタードに生クリームを同じ重さだけ混ぜていく。切るように混ぜて馴染んだら OK。 なんかめちゃくちゃ美味しそうに焼けてるんですけど。パン切り包丁でサクサク切っていく。指で空洞を作る。クリームを上までたっぷり詰めて、蓋の方にも詰めておこう。マカロンに使ったかぼちゃクリームをこのように絞っていく。チョコレートで作った顔を飾り付けて、可愛すぎる。完成。なかなかいい感じのハロウィンお菓子になってるのではないでしょうか。実食。まずは焼きたてのシュークリームから。皮がサクサクで香ばしく、かぼちゃはとても濃厚、カスタードも濃厚でこの上ない美味しさ。うまっ。やっぱりシュークリームは焼きたてに限る。続いて黒いちじくのショートケーキ。うまい。しっとりした生地とラム酒の香り、生クリームと黒いちじくの芳醇な甘みがたまらない。余裕で食べれちゃうわ。焼きいちじくのコンポート、うまっ。死ぬほど美味しい。続いてコンクリートかぼちゃマカロン。めっちゃしっとり、めっちゃ馴染んで、一晩寝かせたおかげでクリームと挟むやつが馴染んで極上の美味しさになる。マカロンはとにかく寝かせるのが大事。美味しい。素晴らしい。ハッピーハロウィン。トリックアトリート万歳。